株式会社自由人は、新潟県南魚沼市に、本拠地を置く、メディアクリエーションカンパニー。エコロジカル、クリエイティブ、オーガニック、ウィアーデザイニングライフスタイルズをテーマにした雑誌、自由人を発行するほか、米一粒がメディアであるというコンセプトから、オーガニックエクスプレスを運営、自ら農業法人を立ち上げて米作りも行っている。2014年には、 宿泊施設は体感メディアというコンセプトのもと、大田区山温泉に、里山十条をオープン。グッドデザイン賞を受賞したほか、グッドデザインベスト100に、選出、ものづくりデザイン賞も受賞した。海外でも斬新なコンセプトの評価が高く、シンガポレグッドデザインアワード2014を受賞している。主力事業は、オーガニックエキスプレスと、里山十条。 特に今後は、里山十条をモデルとした、ライフスタイル提案型複合施設の展開に注力するとし、今後10年で住居点を目指すと発表している。なお、自由人は株式会社自由人の登録商標である。会社の創業は1989年。もともと、東京、日本橋に本社を構えていたが、2004年に、新潟、南尾沼に移転。 そのライフスタイルが注目され、情熱大陸やソロモン流などで代表者の岩佐十郎が紹介される。もともと東京、日本橋にあったオフィスを新潟、南魚沼に移したのは2004年のこと。オフィスの目の前は大月ホタルの里という自然公園で、6月には窓を開けておくと部屋にホタルが入ってくるほどです。から、Facebook より、 新潟県南魚沼市大月1012-1新潟県南魚沼市大沢1209-6東京都中央区日本橋2-17-6兵庫県丹市柏原町柏原10 1057-1雑誌自由人エコロジカルクリエイティブオーガニックウィアーデザインングライフスタイルズをテーマにしたライフスタイルマガジン。創刊は2000年発行部数は 最大16万5000部で、ジャンル2位という記録を残す。特に温泉と食にこだわりを持ち、ファンも多い。近年では、オーガニックライフスタイルをテーマに、情報感度が高く発信力のある読者の絞り込みを行い、新たな雑誌メディアの方向性を模索している。オーガニックエクスプレス2002年、雑誌、自由人のお米特集から始まった企画。 本当に美味しいお米を追求した結果、それらが販売されていないことが分かり、自社で仕入れ、販売することを決意。雑誌連動型の食品販売事業がスタートした。現在では、兵庫県丹波市にも拠点を構え、有機無農薬栽培の野菜の収穫、発送を行っている。里山十条2014年、南大沼市大沢山温泉に開業した。 ライフスタイル提案型複合施設。宿泊施設は体感メディアというコンセプトで、10条は、10の物語という意味。宿には従の体感型特集が詰まっている。特に食文化の発信には、積極的で、希少な、新潟の伝統野菜がここには一堂に集う。コンサルティングプロデュース事業里山十条や、オーガニックエクスプレスで培ったノウハウをベースに、 コンサルティングプロデュース事業を展開する。特に観光や宿泊施設、農産物のブランディングに特化して営業している。今まで手がけた例として、群馬、長野、新潟県境で活動する、雪国、永久グルメ、掛湯温泉の山水館、島根県大南町、永久グルメ基準作成、岩見紅茶、新潟県を走行する。 越後ときめき鉄道のリゾート列車、越後ときめき、リゾート行き月下などが挙げられる。AG304 プロジェクト、AG とは、A 級グルメの略。304位は、廃藩知見直前の不判権の数。また、A 級グルメとは、永久に守りたい味を指す。A 級グルメという言葉が明確になったのは、2010年、新潟、長野。 群馬の豪雪地帯にまたがる雪国観光圏で発足した雪国永久グルメが最初。島根県大南町では2011年から永久グルメの街を名乗るなど全国に派生。自由人では現在永久グルメのプロジェクトを全国に広げることに積極的である。 http://www.mbs.jp:/. 情熱 h t t p w w w t v t o k y o c o j p s o l o m o n h t t p w w w j i y u c o j p m a g a z i n h t t p w w w j c o j p m a g a h t t p www.dyujin.co.jp スラッシュ organic スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ syokuryo.jp スラッシュアワードスラッシュ awar d13 スラッシュリストスラッシュディストリビューション .html https://www.g-mark.org スラッシュアワードスラッシュ describe スラッシュ41880特にイコールレイズレイ h p g h h ッ t h t t p w w w s g m a r k o r g ハット里山十条ザハウスの予約受付が始まりました 里山ジャーナル、2021年9月15日、閲覧。新潟に古民家宿、里山十条ザハウス泉雲海を見下ろす、露天風呂付き、女子旅、プレス、2021年9月15日閲覧。1日一組限定、貸切タイプの宿、里山十条ザハウスを、新潟県南魚沼市に2021年7月オープン。ソーシャラワイヤー CO。 リミテッド e d 2021年9月15日閲覧 https://www.niigata-nippo.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュエコノミックススラッシュ 20210916642098.html 用種産者観光ファンド発足へスノーピークなど各地に宿泊施設新潟日報社 2021年9月16日閲覧。新潟県と株式会社スノーピークが、包括連携協定締結。県の観光と地域活性化のためファンド蘇生も。新潟経済新聞。2021年9月16日閲覧。スノーピーク、自由人。新潟 VC が観光ファンド蘇生へ。日本経済新聞社。 2021年9月16日閲覧。 h t t p w w w j i y u j i n c o j p y u k i g u n i h t t p s n e w s p i c スラ c o m n e w s 1 <おし自 ge> <こ非><あ> <gardens> <S 2 8 7 3 3 0 h t t p w w w 1 1 0 1 c o m k e i e i デザイン里山ジジョ index, html.http コロンスラッシュスラッシュ dotplac.jp スラッシュアーカイブズスラッシュタグスラッシュ岩佐重ーありがとうございます。